はい、こんにちは。今回受動体の演習問題やっていきます。少しレベルの高い応用問題になっていますから、これしっかり和訳できますかね。はい、じゃあ早速チャレンジをしてみてください。どうぞ。では解説しますね。いきましょう。まずメディカルグループス、医療団体ぐらいで訳しましょうか。これ S ですね。で、直後、have spoken out。これがまとめて、V になっていますが、まあ、スピークアウトははっきり言うとか、まあ、意見言うとかなんですが、まあ、後ろを見てみましょう。はい、against が、これは就職後で、スピークアウトにかかります。後ろのことに反対して意見を言うってことは、反対するともうまとめて訳しておきましょうね。ですから、医療団体はあることに反対してるんですが、じゃあそれが何なのか見ていきましょう。アゲインストは前置詞なんで、後ろに名詞を取ってホワイトハウスの習慣、まあホワイトハウスは米国政府、まあ習慣と訳すのも変ですからやり方ぐらいにしておきましょうか。ホワイトハウスの、まあ、やってること、これに反対しています。じゃあ何をやってるかっていう内容がこの直後にオブから後ろできます。はい、ここからが勝負なんですね。いきましょう。オブからが前にかかるんですが、では直後、セパレーティング、こいつはもともとセパレートっていう動詞で使っているんですが、今回 ing がついているため品詞は何ですか。はい、品詞を考えるときは周りの品詞との組み合わせで決めます。前置詞が来ているので後ろには名詞が来ますね。ここから大きな名詞の塊を作っていると、まあ、いわゆる動名詞、何々することって訳しますね。じゃあ後ろ、セパレートはもともと分けるとか引き離すっていう他動詞なんで、直後に目的語が必要ですよね。親を引き離す。で、その直後、ここコートってきていますが、これはもともと動詞のキャッチの形ですね。ですが、ここを動詞として使うと、もうすでに動詞出てるから文構造矛盾してしまうので、こいつは動詞の過去形でもなく、これはね、過去分詞形。はい。で、もともと動詞なんですが、過去分詞形になった場合は、これも品詞が変化します。今回品詞なんでしょうか。こいつは、はい、前のペアレンツにかかる形容詞なんですね。名詞が来たからそれを説明する形容詞が続いてると思ってください。じゃあ聞きたいのはここです。これキャッチって捕まえるとかの意味でしょ。じゃあ何を捕まえたんですか、目的語は。で、ここでポイントは、こいつは過去分詞形ということで、いわゆる受け身の形を使ってるんですよね。はい、過去分詞も受け身の意味があります。じゃあこの受け身の時のポイントは何かというと、目的語が前に移動する、目的語が前に移動する、これがポイントです。つまり捕まえたのは親なんですよ。ね、捕まえられた親っていうふうに訳が通るでしょ。はい。で、それを踏まえて続きいきましょう。このイリーガリーは違法にって意味ですが、違法に捕まえた親っていうのはちょっと意味がね合わないので、今回は違法に渡ると、国境ですね。違法に国境を渡っているっていう、この一つの意味の塊。はい。で、こいつがどういう文構造で働いてるか皆さん分かりますか。まあなんとなく和訳で持っていけんこともないんですが、ちょっと考えましょう。で、今回このね、受動体のポイントで O が前に移動する、これをね、前回も見てくれた人は押したんですよ、ね、受動体となったら O が前に移動します。で、これをちゃんとね、押さえておくとですね、実はメリットがあって、これパッて見たときに、これどういう文構造で使ってるか判断しにくいのは、もともと使われている形から実は移動してしまっているので、あまり見られていない形になっているんですよ。どういうことか。この目的語は本来、ここね、このキャッチの後ろに目的語としてペアレンツがあって、その直後に ing 形が来ています。はい。じゃあこれね、しっかり動詞の形を覚えてる方。キャッチ、を ing。これね。
王が何々してんのを捉えるって意味です。まあ一応文構造としては王と C なんで第五文型に分類されて、王が C してんのを見る、目撃するとかそういう意味で使うんですね。はい。ですが、まあ一応このね、キャッチの語法難しくて、王が何かしてんのを目撃するだけじゃなくて、実際捕まえるっていうね、これ文脈によっても可能なんですよ。はい。これは辞書に書いてます。で、今回は、どうなってるかというと、これは、こうですね。はい。違法に国境を渡ってるところを捕まえられた親なんです。違法に国境を渡ってるところ。つまりこれが文構造で言ったら、この C の位置に該当するということをちゃんと理解できましたか？ここにあった目的語の部分が単に前に移動してしまったっていう現象だけなんですが、それによってすごくね、構造が判断しづらくなりました。だからなんとなく単語だけでもつなげて読めたかもしれませんが、根拠がないので訳してても不安でしょ。はい。ですから今回受動態では目的語が前に移動する。じゃあもしパッて見て構造が気づけない場合、その目的語をね、一度元の位置に戻してみて、どういう基本文型になってるかを確認する。これはね、複雑な文章とかだったら結構する話なんで、取り入れてみてください。はい。で、一番最後。from their children。これは、子供と引き離す。子供から引き離すね。まあ、セパレートとつながります。つまり、この捕まった親を子供と引き離してしまう。という、米国政府のやり方に反対したって意味なんですね。はい。じゃあ、和訳の整理をしておきましょう。医療団体は、違法に国境を渡っているところを捕まえられた親を子供と引き離すという米国政府のやり方に反対したという訳なんですね。ですから、今回はこの受動態の応用として、目的語が前に移動してしまう、だから構造が取りづらい、そういった場合には、一旦、どの位置から移動してきたかってことを考えてみると、皆さんは今まで習ってきた知識を当てはめることができますよね。はい、ぜひこれをね、取り入れてみてください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。